よく知ってんよ。知ってますよ。さすがに。力から感じました。はい。そうですね。まあ、あの水牛のようなパワーでピッチングしたいです。普通にパワーすごいなと。まあ、まんま疲れてたんですけど、まあいいリフレッシュになったのかなと思います。はい。最初どんなのかなと思ったんですけど、まあ結構、まあ、街並みもいいんで、まあ結構リラックスできましたね。ここまでキャンプどうですか。そうですね、まあなるべく急がず自分のペースで怪我なく、うん、これからやっていきたいと思います。あともう少しあるけど頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、こんなに人乗せて動くのはすごいなと思いました。はい、楽しかったです。ここまでキャンプは順調ですか。キャンプは、はい、順調にしっかりやれてます。はい、ね、実践までそうです。これ多分第2クールからその実戦バッターに投げることが多くなってくると思うんで、そこでしっかり抑えて結果を残せるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。水牛の力強さ感じました。はい、まあね、本来ちょっと違う雰囲気、はい、その辺は。いやでもなんかすごいのどかなとこで、自分こういうところに住みたいなと思いました。はい、キャンプ、はい、半分終わりました。ここまでどうですか。そうです、まあ、今のところ順調に来ているので、まあ、今日この日を、はい、まあ、木にリフレッシュしてまた明日から頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。乗ってみて馬力がすごいってことですね。馬力1トンあるらしいんですけど、1トン普通に引き連れてたんで、ケツがでかかったっす。はい、そうですね、ケツをでかくします。はい、キャンプ、はい、初めてのキャンプ、はい、ここまでどうですか。そうです、まあユニフォームを着て、まあ、やることに対してはある緊張感すごいんで、まあ、まだ慣れてないですけど、まあ、いい雰囲気でできてるかなというふうに思います。まあ、これからどんどん実践というか、はい、試合まで、はい、まあ、残り少なくなって、はい、どうアピール。いやもうとにかく元気出して、まあ、結果だとは思いますけど、あんま結果を求めすぎず、まあ、自分らしく頑張っていきたいなというふうに思います。皆さん、取ってあげます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、初めての体験で、なんかすごかったです。すごかった。はい、どう。いや、なんか力がやっぱ強いなと思いました。
今までキャンプどうですか。やっぱり少し、まあ、疲れはあります、はい、結構、まあ、プロ野球選手、はい、の先輩とか、はい、一緒に練習する、はい、違いとかやっぱもう全てがやっぱ違って、やっぱりレベルの高いやっぱ選手ばっかりなんで、やっぱそこに早くやっぱついていけるようにこれからも頑張りたいと思ってます。キャンプ残り、はい、まだありますけど、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。よっしゃ。いや、なんかすごい賢いなと思いました、牛が。はい、結構ね、曲がってますね。はい、ここまでキャンプどうですか、順調に。そうですね、まあ、怪我もないですし、まあ、違和感ある場所も特にないので、まあ、これからしっかりまたブルペン入ってしっかり実践に慣れたいなと思います。第2クールからはブルペン、そこまだ聞いてないですけど、まあ、でも連携プレーとかサインプレーとか、まあ、見学して、まあ、頭で考えないと動けないんで、しっかり体で覚えられるようにしていきたいと思います。まあ、一日でも早くマリンで投げれるように、このキャンプ通して成長できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。